謎、ピッチャー大谷翔平が6回ぐらいでめっちゃバテる理由。なんで？走り込みが足りないから。心肺機能か。筋肉多いやつは燃費悪いから持久力ないんや。2ウェイやってる弊害やな。先発であんなに筋肉つけてるやつおらんし。今年の大谷はなんか WBC の時から辛そうだわ。ピッチクロックで早く投げなきゃいけないストレスも疲労早めてそうや。中3日で投げて長距離移動してきたって知らないの？直近の登板だけちゃうで、だいたい6回ぐらいでバテるんや。打者用に投手にはいらん筋肉つけてるから、乳酸溜まりやすくて疲れやすいんや。くっそしっくりくる理由や、やっぱトレードオフなんやね。投げる前も肩で息しながら投げるよな。逆に疲れるやろあれ。むしろ完全にスラッガーの体型で5回持つのすごいよ。大体のピッチャー6回でバテてるやろ。投手と野手は全く別のスポーツや、じゃなかったら分業制なんぞならん。打者やってるから調整だね。誰でもそうやろ。変化球あんな曲げてたらそら疲れる。全イニングクローザーみたいな投球しとるからな、そらバテるよ。9回まで投げる必要ない時代だからできることよな。他の投手より二回りくらいぐっと腕を振り回してるしな。打たせて取るって今の MLB ではかなりきついんかな。昔からラッキーセブンに打て、そのあたりで一回疲れのピーク来るのが通説やろ。大谷最初から飛ばしすぎやろ、シーズン持つのか心配。確かに大谷以外で、あんなアゴ上げてしんどそうな先発ピッチャーあんま見んよな。速筋型のトレーニングしてたらそやね。持久力高めるには、どうしても瞬発力犠牲にせなあかんのよ。6イニングも食ってくれるの最高やん。そや1週間打者やってる分疲れるのも早いんやろ。むしろ体力持つ方がやばい。なお投手大谷は、3巡目以降の打者にはほとんど打たれてない模様。二刀流やから、